鳥取県中部にある泊漁港。定置網漁が行われ、アジやカンパチなどが取れるということですが、こちらの船を使って行われる定置網漁、網の中に入っていたのはなんとジンベエザメでした。おととい午前7時ごろ、漁港から船で15分ほどの場所に仕掛けた定置網の中にジンベエザメが入っているのを船の乗組員らが発見。あ、いたいた。いやー、やめて。最初はシイラがおるなとかね、まあサメかなとかって話しちょって、はい、最初は全くわからんかったです。大きななぐらいで。最初はジンベエザメだと気づかなかったという宮本さん。まあ網をね、どんどん追い込んでいくんですけど、魚を取るためにね。で、まあこれが見えた瞬間です。うわーってなってです。はい、ジンベエザメだかなちゃんって言って、本当にまさかです。そんなもんがおるんかってね。はい、びっくりです。びっくりの連発です。体長4メートルほどとみられるジンベエザメは弱っている様子もなく、元気に網の中を泳いでいます。宮本さんたちが海へ逃がそうとしますが、もう一回負けれないの、結んだらいけんよ。ここで抜ける。抜けちゃった。傷つけないように慎重に救出しようとしますが、ロープが抜けてしまいます。そしておよそ1時間かけて網から救出し、海に返したということです。まあそうです、若い頃にデートで海遊館に行って見て以来ですわ。魚の仕入れのため漁港をよく訪れるという女性にも動画を見てもらうと、あ、すごいね。あ、こういうもんがね、本当に近いところで見れること珍しいことですね、本当に。はい、関係者も皆口を揃えて、生まれて初めての経験だと話す今回の出来事。実は鳥取県内では過去にも同じようなことが。鳥取市の漁港に来ています。船の後ろに見えますでしょうか、尾ひれが見えています。中を見てみると、うっすらと背中の斑点が確認できます。かなりの大きさではないでしょうか。鳥取市青谷町の漁協が仕掛けた定置網の中で見つかり、近くの漁港まで生きたまま運ばれました。さらに2018年には琴浦町の川でもジンベエザメが見つかっているのです。海の生き物に詳しい島根海洋館アクアスの職員に聞いてみると、もともとジンベエザメが暖かいところに住んでいるサメなので、海水温の高い時なんかはですね、日本海の側にもジンベエザメはやってくることはあるようです。迷い込んでしまうといったことが多いかなとは思いますね。今回発見されたジンベエザメもたまたま迷い込んでしまった可能性が高いということです。もう二度と網の中入ってくれるなっていう感じでね、はい、大海原で生きとってほしいなっつってね、そんな話はみんなとしたところです。はい、突然定置網の中に現れた大きな海の生き物ジンベエザメ。長年漁に携わる人たちにとっても驚きの出来事となりました。